パディローはイギリス出身の自動車技術者。主にモータースポーツの分野で活動し、F1 チームの役職を歴任。特にマクラーレンにて長年にわたり、要職を務めた。ケンブリッジ大学で工学を専攻し、1984年に卒業。電子回路設計部門のチーフとして、1987年にウィリアムズに加入した。チーム内では、 フランク・ダーニーの仕事を引き継ぎ、アクティブサスペンション開発の責任者となった。1993年、研究開発部門のトップとして、マクラーレンに移籍し、その後8年間にわたって、同チームの研究開発部門を統括した。2001年にシステム開発部門のチーフエンジニアとなり、後に、レースにおける MP4 から20の性能、開発の研究開発を行った。 テクニカルディレクターのエイドリアン・ニューウェイの離脱を受け、2005年5月にエンジニアリングディレクターに就任し、技術部門の責任者となった。2011年にはテクニカルディレクターに就任し、ティム・ゴス、ニール・オートレイと共に技術部門を率いる体制となった。2013年2月、メルセデスへの移籍が明らかになった。マクラーレンとの契約上、 遺跡は2014年になると思われたが、両チームの競技により2013年6月よりメルセデスへ合流して技術部門を統括するエグゼクティブディレクターに就任。2014年から2016年、メルセデスは3連覇を果たしメルセデスの躍進に大きく貢献した。2017年1月11日、契約満了に伴いメルセデスから離脱することが発表された。 ウィリアムズ時代2017年3月、フルスのウィリアムズに復帰、チーフテクニカルオフィサーに就任し、チームの株式も保有する。しかし、移籍後の2018年に手掛けた、最初のマシン FW41 がク力に、深刻な問題を抱えて、コンストラクターズランキング再開に低迷し、翌2019年も FW42 の完成が、遅れ。 プレシーズンテストの2日半を棒に振ったことから、チームは開幕1週間前に、ローの休職を発表、6月25日に取締役会から退きチームを去った。ありがとうございます。